吉田さん、ライブドアってね、今でもあるんですよね。当時ライブドアってのがこういくつかの会社に、まあ、分離解体されて、まあ、その一つが LINE の原型を作ったわけなんですけども、まあ、ライブドアっていうね、当時の組織体はないんですけども、小さな企業として、まあ、バラバラに存在してるみたいなんですよ。で、そこのね、役員の方と何度か会ったことがあったんですけども、あれも懐かしい思い出だなと思いましたね。それで、そのライブドアなんですけども、まあ、社名がライブドアっていうのもまだ未だにあって、だからまあ、ライブドアブログってあるのかもしれませんけども、堀江貴美さんが最近そのね、ライブドアの、なんか執行役員かなんかになったみたいで、なんか名刺を作ってもらったらしいんですよ。それをなんかね、インスタかなんかにこうやって上げてるところがあって、ライブドアの社員になりました。名刺を作ってもらいました。不思議な縁ですとか、なんかコメント書いてて、本当不思議な縁だなと。アップルのスティーブ・ジョブズみたいですよね。自分が作った会社から追放されて、こっちで実績を作ったらまた会社に呼ばれてみたいなね。で、そこの会社の CEO になったみたいな。今回は CEO じゃないですけども、一社員として、一幹部社員としてね、なんか自分が作った会社に採用されたみたいなね。まあドラマですよね。これっていうのは、いつも就職活動して雇われてる人、の経験としてはなかなかないけども、会社を作ったりプロジェクトを立ち上げたりとかしてる人にとってみたら、たまにはね、人のプロジェクトに参加することもあると思うんですよ。で、その人のプロジェクトに参加してみたら、あれ、なんかこれもともと俺が作ったやつじゃないみたいなのもたまにあったりとかしてね、まさにビジネスとの出会いってやつですか。うん、まあ、私思うんですけどもね、そのビジネスってのは自分の親でもあり子でもあるなと。私にとってもその速稼塾ってものはね、自分の親でもあり子でもあるかなと。速稼塾を作ってきたんだけども、速稼塾に育てられてるなと、自分自身が。そんなところもありますね。まあ、自分が人生生きてきてこれをやったぞみたいなことが言えるとしたら、私は速稼塾かなと思いますね。麻雀店ではなくて。それでは、いってらっしゃい。